はい、どうも、奥田ビール様でございます。ですね、今回生豆をですね、私は1年ぶりにこのガユマウンテンというのをでチョイスさせていただきまして、買ってびっくりしたのはですね、木豆のこの見た目で、これマンデリンじゃねみたいな、この、まあ、同じスマトラ層、スマトラ島の豆で、ガユマウンテンはウォッシュド豆として、名高いというか、まあ、知ってる人は知ってる。で、知ってる人は多分、って思うと思うんですよね。この見た目。まるでマンデリンじゃねみたいなスマトラ式の、色合いというか、このいわゆるウォッシュドの見た目ではないこのマンデリン的なこの、見た目なんですよ。でこのちょっとカビの出方もマンデリンっぽいんですよ。これあの端っこにあるもこれですね。はてこれ今期、からこういう見た目になったのか、店員さんに一応問いただしたら、ロットの違いじゃないですかねみたいなこと言うんですけど、昨日買ってあまりにもこう見た目がマンデリンだったんで、もう一回ちょっと確認しにお店に行ったんですよね。そしたら確かに、そのケースのガウンマウンテンのケースの中にこの見た目の豆が入ってたんで、間違いで店員さんの間違いではないんですけれども、これは本当に日本の輸入業者の、そのルートが間違ってマンデリンをガウンマウンテンとして、入れてるのか、はたまた、今回のマンデリンというのが今回から今期から今年から、このスマトラ式の、推薦式というか、あのちょっと半推薦というかちょっと独特らしいんですよ、そのスマトラ式っていうのは。この辺ちょっと私も、よく詳しくないんで、あのもっと詳しい方いたらちゃんと教えてほしいんですけど、このスマトラ式ならではの見た目なんですよね。いわゆるガウェマウンテンのウォッシュドの見た目とは全然違うっていうのは、これガウェマウンテンを知ってる人は多分わかると思います。これはって思います。はい、確かにこれはマンデリン、まあ、かろうじてこの豆はちょっとガヨっぽいんですけど、他の豆はかなりマンデリンっぽい、マンデリンなんじゃねえかなと思ってしまう、見た目なので、疑問というかですね、これちょっと今年のガヨマウンテンに詳しい方なかなかいないと思いますけども、どういうことなのか、現地の状況とか、輸出コンテナなんでしょうかね、港のインドネシアの、そういった状況をよく知ってる人がもし貿易の方がいらっしゃったら、ぜひともコメントいただきたいんですけども、そんな日いるかいみたいな思われるかもしれませんが、とにかく、今回のガヨマウンテンはマンデリンなんじゃねえ疑惑で、動画をアップさせていただきました。奥田ビール様でした。ありがとうございました。